どうも、スマイルトリプルナインです。本日紹介するのはこちらになっております。はい、ついに買いましたね。はい、ドライブの新しい、はい、反則アイテムでございます。開閉装填デラックスドア銃です。はい、さらにデラックスシフトが1個付属で、シフトテクニックが付いております。そうです。これを使うと、はい、ドライブが、はい、新しいフォームチェンジ、タイプテクニックになります。はい、では箱を見ていきましょう。こうなってますね。はい。うん、ここにはタイプスピードですね。はい、ここには説明の流れが書いております。はい、ここにはタイプテクニックとなっていますね。はい、こちらにはタイプテクニックと、はい、タイプスピードがいます。そして、はい、ベルトさんと連動可能です。では開けます。はい、こちらが説明書になっております。そして、せーの、こちらが、はい、ドア銃と、はい、シフトテクニックでございます。はい、じゃあまずドア銃を見ていきましょうか。はい、でかい。もう本編通りですね。はい、もう本編通りでできた、はい、しんのすけくんが名前付けたドア銃でございます。はい、見た目は、うん、本当にドアですね。はい、もうここが完全に、はい、でドライブのシンボルマークがここにあります。そしてここはドアの開ける部分ですね。で、ここが、はい、あ、これ下手したら折れそうですね。はい、これはちょっと丁寧に扱わないとダメですね。はい、ドアの、はい、窓の部分ですね、ここが。はい、そしてここが銃の発射口ですね。で、ここが車でいう前のランプの部分ですよね。で、こちらが車でいう後ろのランプの部分です。はい、で、ここにスイッチがあります。そしてここがなんと赤外線発射場所です。はい、そしてスピーカーはここにあります。そうなんです、ハンドル剣の時はスピーカーの横に赤外線の発射口があったんですけども、なんと今回ここなんですよ、赤外線の発射口が。はい、そしてあとはトリガー部分がありますね。はい、ちなみにここにバックミラーみたいなものがあるんですけど、鏡でできてるんじゃなくてシールです。はい、そしてここが、はい、引き抜きのスイッチですね。はい、ではここに電池入れる部分がありますので、じゃあ今からセットします。はい、電池を入れました。はい、ではまずシフトテクニックを説明する前にドア銃に関して説明していきたいと思います。ではここの電源スイッチを入れると起動します。いただきます。おー、オープン、your door と言いました。はい、じゃあ音声確かめていきましょう。そしてこのドア銃、はい、残念ながら光るとこはあるのかというと、はい、全くありません。はい、ただ音声のみです。では、音声確かめていきましょう。トリガー部分がありますよね。これ1回押すと、はい、銃音が鳴ります。はい、銃音は、5発までとなっています。そして5発以上鳴らすと、はい、弾切れ音が鳴ります。で、弾切れが鳴ったら、あとはドアを、はい、開けて閉めるとチャージという音声が鳴るので、そこからまた 5発撃てるようになっております。では確かめてみましょう。はい、5発撃ちました。で、この後押すと弾切れ音になります。はい、弾切れ音が鳴ったら、はい、ドアノブを上に上げて引っ張ります。するとドアが開きます。はい、あとは閉めればはい、という音声が鳴ります。あとは繰り返すだけですね。はい、もう一回閉じると、を繰り返すだけです。はい、そして、はい、これにはもう一つギミックありますよね。はい、本編でありましたね。じゃあまず5発打ちます。はい、そして弾切れ音が鳴りました。はい、開けます。はい、開けた状態で押すととなります。はい、本編でもありましたね。つまり本編であれのようにあれができるかというと、できます。じゃあ開けます。ということになります。はい、じゃああとはしっかり閉めてチャージしましょう。そっからまた撃てます。ということですね。はい、続いてシフトテクニックを説明します。
はい、これがシフトテクニックになっております。いいですね。はい、6輪のシフト化となっております。はい、これ形は昆虫をモチーフにしてますよね。はい、なんと後ろがなんとこれどっかで見たことありません？はい、バッタですね。バッタの足になってます。なるほど。で、前がクワガタの角の部分ですね、のような形になっております。ちなみにこの、はい、角の部分、稼働します。いいですね。こういうこともできるということです。あとはおなじみ、はい、シールありますね。あとここが稼働します。そしてここも稼働します。はい。そして、そうです。これ、はい、先頭車両の部分が、はい、変形する形になってますね。はい。働く車シリーズの感じは、やはり前が変形する形になってますね。はい。あとは、この走行ですね。では、音声いきましょう。はい。では、準備いたしました。では、こちらのシフトテクニックを使って、タイプテクニックになりましょう。では、いきます。なんか宇宙空間を漂わせるような BGM が鳴りましたね。はい。では、特殊技いきましょう。1回目。2回連続。3回目、3回連続。では必殺いきます。ようやくこれで揃いましたね。はい。シフトスピード、シフトワイルド、シフトテクニックでございます。はい。違いを比べてみましょう。はい。なんと、まあ、シフトスピード、シフトワイルドは顔つき的には同じなんですけど、はい。シフトテクニックからは、そのシフトスピード、シフトワイルドにあったこの両目ですね。これが全くないですね。あるとしたらここかな？はい。ここになんか、ちょっと、細めみたいな感じの部分があるんですけども、ここに。はい。それが、これなのかな？の代わりみたいになってるみたいですね。で、あと、ここに、はい。シフトテクニックは、クワガタの部分ですね。はい。このクワガタの部分があって、まあ、ここが稼働するよ、という形なんですよ。で、あとは、そんなに変わらないんですけどね。はい。あるっちゃやっぱありますよね。はい。見てください。タイヤですね。はい。タイヤはこれ、はい。シフトスピード4輪です。はい。そして、シフトワイルドは4輪でタイヤがでかいんですよね。はい。そして、シフトテクニックは、はい、タイヤが小さい代わりに、はい、6輪ですよね。はい。となっております。で、それぞれの色で分かれているのが、シフトスピードは赤、シフトワイルドは黒、そしてシフトテクニックは緑色となっております。はい。横ですね。はい。で、前。はい。うん。すごい違いがありますね。うん。いい感じです。では、ドア銃の、はい、必殺音を、では今から確かめたいと思います。はい。必殺音の確かめ方に関しては、はい、もちろんハンドル拳の時と同じで、はい、セットする場所があります。こちらです。はい。こちらに穴があります。はい。こちらに、はい、シフトカーをセットすると、はい、おなじみの必殺という音声が鳴って、はい、待機音が鳴ります。待機音が鳴っている状態にトリガーを押すと
必殺音声ですね、フルスロットルが鳴ります。では確かめてみましょう。ではここにセットする場所がありますので、ではこのままシフトテクニックをセットしたいと思います。ではいきます、セット。いいですね。はい、ではあとは取り出したい場合はここの、はい、スイッチを押すと、はい、出てきますね。ちょっと動きました。ではこのちょっと動いた状態であとは引き抜けば引き抜き音声が鳴りますということですね。今玉切れ状態です。玉切れ状態で、はい、シフトかセットすると必殺音声は鳴るんでしょうか。じゃあ確かめたいと思います。ではいきます、はい、なりましたね。はい。ちなみに、シフトがセットした後に、もう一回玉切れ状態で押すと、やはり玉切れなんですね。では、続いてですね、ドア開けます。押します。となりますよね。じゃあ、このハンドア状態で、はい、シフトがセットすると、必殺音声は鳴るのかな？では、確かめてみたいと思います。では、行きます。セット。なりますね。はい。じゃあ、ハンドア状態。はい。今、シフトカーをセット、必殺音声終わった後でもう一回鳴らすと、ここは全く変わらないんですね。なるほど。はい。ちなみに必殺音声は、どのシフトカーをセットしても、はい。必殺音声は共通音でございます。では、ベルトさんとの連動ギミック、確かめてみましょう。はい。ベルトさんとの連動ギミックに関しては、なんと、ハンドル剣と全く同じです。はい。では、見てもらったらわかると思いますので、じゃあ、実際にやってみますね。では、行きます。はい。ハンドル剣と全く同じです。はい。3回待機音声がベルトさんから鳴って、その後にあとはトリガーを押せばフルスロットルの音声が鳴るという形になってます。では、ハンドル剣も同じなので、ここにハンドル剣ありますので、じゃあ今から確かめます。では行きます。はい。では、ブレイクガンナーに、ね、装填して音声確かめましょう。多分、エラー音声が鳴るはずですね。はい。じゃあ、確かめてみましょう。いきます。はい。おなじみのドライブシステムの音声が鳴りました。ということは、トリガー音も、必殺音も、全く同じです。はい。ということで、開閉装填デラックスドア銃の方をご紹介いたしました。はい。うん、いいですね。はい。本編通りのギミックがあって、うん、楽しいと思います。しかし、まあ、光らないというのが、まあ、また欠点なとこなんですけども、まあ、そこはしょうがないかなとは、まあ、思いますね。はい。じゃあ、今回はこれで以上にしたいと思います。ありがとうございました。では、皆さん次の動画お楽しみください。それではまた会いましょう。さよなら。スマイルトリプルナインのチャンネル登録は、PC の方はこの画面にあるボタンをクリックだ。スマホの方は動画の下のチャンネル登録ボタンから登録してくれ。これからもスマイルトリプル9をよろしく。